はいどうも皆さんこんにちは、モッティです。ポケットモンスターオメガルビーアルファスファイヤー初心者講座シングルレートシングルフリー編パート2やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。とはい、ということで、前回はメガルカリオとメガバンギラス編をお送りしましたけども、今回また新しく2匹のメガ進化ポケモン連れてやっていきたいと思います。メガハッサムとメガプテラでございます。はい、紹介しますね。じゃあまずメガハッサムですが、まあ、これは前回使ってたメガ、ルカリオとあまり大差ないですね。あの有利なポケモンに出して、で剣の前やってバレットパンチと叩き落とすでゴリゴリやっていくというそういう使い方です。まあ、ただ、メガルカリオと違うところは、そうですね、まあ結構耐性があるのでわりかし出しやすいかなと、はい、っていうところと、なのであと羽休めがだいぶいい感じに、使いこなせるかもなというところで、ちょっとこうハイブリッドな感じの使い方をしていくかなと思います。はい、さあそして、まあ、メガハッサムはみんな知ってるだろうけど、メガプテラってなんやらほいっていう感じですよね。技ご覧ください。ストーンエッジ空を飛ぶ自身身代わり空を飛ぶって思うじゃないですかね。あのただあの飛行技の物理でプテラが使うにはこれが一番使いやすそうなんですよね。ゴッドバードと、上にゴッドバードがあるんですよ。威力でゴッドバードがあるんですけど、まあ、2ターン貯めるんで、1ターン貯めなきゃいけないんでめんどくさい。で、火力は出ないけどってことで、ツバメ返しがあるんですけど、ツバメ返しだと弱いんですよ。多分、空を飛ぶが一番いいんじゃねえかなってことで、まさかの空を飛ぶ採用です。はい。まあ、これは、まあ、火力でゴリゴリ、素早さで上から押していくっていう感じでございます。はい。っていう、まあ、この2匹をうまく紹介できたらいいなっていう、こっからの初心者講座です。ちょっと空を飛ぶね、見せたいんだよな。絶対こうハマるタイミングがあるんですよ、メガプテラなんで。いや、素早さがめちゃくちゃ早いんで、とんでもなく上からね、できるんですけど、果たしてどうなるのか、お楽しみに。やっていきましょう。いやー、どうなるかな。てか、まあ、そもそもまずメガプテラをね、出すタイミングがあるのかどうかってところですよね。はい、対戦よろしくお願いいたしますと。おい、なかなかいい場合と言え。もう、冷凍じゃなくてフリーも最近こんなんばっかですからね。統一パーティーで潜ろうもんならボコボコにされちゃうよね。はい、紹介しましょう。左上がハッサムですね。ハッサムシンク、虫、鋼。右上がウォッシュロトム、水、電気。左真ん中がサザンドラ、悪、ドラゴン。右真ん中がエルレイド、エスパー、格闘。左下がマンムーですね。氷、地面。そして右下がクチート、威嚇持ちですね。はい、鋼、フェアリーです。そうですね、まあ、先発予想ポケモンは、まあ、左下マンム、右上ウォッシュロトムあたりなんか有力かなと。まあ、サザンドラとかもスカーフ、こだわりスカーフを持ってれば出てくるかなというところです。はい、ですね、どうしましょうか。うん、月光河あたり持ってきましょうか。ちなみに月光河の技をね、だいぶガラッと変えました。はい、一新しました。あ、いやでも月光河よりはジャローダの方がハマるかな。モッシュロトムも見れるし、マンムーもまあ、あ、でも氷か。モッシュロトム対面の方がいいかな、そしたらな。自信はすかせますからね、モッシュロトム冬でね。モッシュロトムにしましょう。で、モッシュロトム投げて、で、壁を張って、で、ハッサムで研磨していく感じなのかな。それとも、いや、クチートいるからプテラの方がいいかもしんない。あ、確かにな。あ、確かに、あ、これメガプテラ大活躍できんじゃないこれ。いや、すげえ、全体的にめちゃめちゃ刺さってる感が否めないんですけど。ちょっとワンチャンスねえかな。ちょっと頑張ってほしい。はい。そしたらじゃあ最後どうしようかなって感じですね。月光が入れるかメタモン入れるかですね。ちょっと月光がの技をついさっき変えたんで、ちょっとまだあんまり頭の中で把握しきれてないんだけど。まあでも月光がよりはメタモンの方がいいかもしれない。はい。ということで、ロトム、プテラ、メタモンで行きましょう。対戦よろしくお願いします。相手の初手は、ウォッシュロトム。かな？マンム、ウォッシュロトム。ロトム。エルレイド！あれ、エルレイドって結構先発しやすいんですかね。さあ、ということで、まあ、とりあえず、エルレイド側からすると鬼火が辛いって感じですかね。はい。まあ、相手物理で攻めてくるエスパー格闘のポケモンなので、こちらはリフレクターを貼るだけでございますと。もうね、エルレイドって何持ってるか全く分かんないから、こういうことやられちゃうんですよ。つらい、マジか。
さあトリックでお互いの道具を入れ替えられて光の粘土を奪われました。そしてこちらこだわりスカーフになってしまったので、もうリフレクターしか打てなくなってしまった。マジか、スエルレイドか。スエルレイドとかいるのな。そうか、まあまあ仕方ないですね。さあそしたらこちらは変えるしかないのですが、相手はここ何撃ってくるかな、わかんないな。何でもありだからね。鬼火とか結構撃ちやすい場面ですかこれ、もしかして。鬼火撃たれちゃったらもうプテラ一貫のおしまいなんですけど、どうしようかな。いやプテラ投げていいっすか。ちょっと鬼火飛んでこない読み、鬼火ない読み。トリックでしょ、トリックなんだったら鬼火ないでしょさすがに。いやでもこだわりスカーフだからワンチャンあるかな。インファイル、あーまあ倒倍ですね。岩飛行なんて倒倍。ちょっとリフレクター貼っててこれだけ持ってかれるってちょっとえげつないんですが、さあプテラよ、君の力を見せてみるがいい。さあ空を飛んじゃうんですか。いや身代わった方がいいでしょここは一旦、身代わりしましょうか。とりあえず様子見のね、はい、エルネード引っ込める、あいいですね、これはいい、いい感じになりましたね。さあハッサム、バレパンかなんかしてくるんですか。いやいやいや任せんしゃい、このメガプテラ様が一網打尽にしてくれるわ。空を飛ぶってどのタイミングで使えばいいどうしたらいい。さあここはまあストーンエッジが一番入りますね。等倍ですけど、タイプ1なので、入るかなと思います。で、はい、プテラですね。プテラの特性は硬い爪です。接触する技の威力が上がります。はい、なのでまあどれだ、空を飛ぶとかの威力が上がるわけですね。ってなったらどっちの方が入るんだろう、ちょっと際どいところですよね。ちょっと時間あるかな、しっかり調べておくって話ですけどね。空飛ぶが90ですね。はい、でストーンエッジが100なんで、あれこれ空を飛ぶの方入る、空飛びましょうか、空飛んじゃいましょう。あバルパン、おい痛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 い、さあ効果は抜群、消えてしまう、やべえよ逃げろー、ピューさあ相手困惑中相手困惑ナウいいですね、相手の動揺。おっとバレットパンチこだわっている、こだわっていた、これはラッキー、弱っ強い、弱っ弱マジかよもうこれ一応相当火力出るようにしてあるんですよね。さあバレットパンチこだわってますね。しかし、効果は今一つです。さあとりあえずハッサムめんどくさそうなんで、ちょっとボルトチェンジで、倒しちゃいましょう。はい、こだわりスカーフなんで、相手がバレットパンチを、あ、引っ込めますね。誰だろう。マンム？サザンドラがいますか。はい、サザンドラですね。さあ、こちらはボルトチェンジで、スカーフを持ってるんで、さっき解散しましょう。さて、サザンドラか。どうしようかな？サザンドラもこれ、スカーフ持ってる可能性。あれもしかしてプテラさんだったらサザンドラ抜けるんじゃないですかあ、違う、スカーフ持ってないね、スカーフ持ってない、ごめんなさい失礼しました。スカーフトリックされたんでスカーフ持ってないんで、俺は先手確定ですね。となったら、じゃあ空を飛べばいいんじゃないですかえ、ストーン、地震は効かないですね、相手浮遊なので地震効かない、ストーンエッジと空を飛ば倒倍なので、じゃあ空飛びますピューンやばいな。さあ、アグロ波動かわしていく。まあ、こだわりメガネとかいう可能性もありますね。サザンドラだったらね。いや、でもだいぶこれ、あれじゃないですか。メガプテラの空を飛ぶで、相手のね、パーティーだいぶ反感してますよね。実際。いや、みんなバカにしてますけど、相当だって、ハッサンも8割ぐらい持ってって、サザンドラも8割持ってって、ねえ、しかも相手大混乱ですからね。これは、してやったりでしょう。ねえ、さあ、あとは、まあ、メタモンでどうにかしていきましょうかというところですね。はい、さあ、変わり者でサザンドラをコピーしていきます。こちらが確定で先制が取れるようになりました。竜の波動流星群、悪の波動大文字、なるほど、
まあ流星群が飛んでくるのは相手からすると分かっちゃうと思うんですけど、まあハッサムに引くのか、エルレイドに引くのかでちょっと選択肢が変わりますね。まあ悪の波動打ちたいなという気持ちはあるんですが、ただまあサザンゾロが居座られた時のことを考えたら竜の波動安定かな。はい、あ突っ込んできたね。よし、じゃあまあとりあえずサザンドラは突破。よしとなると、ここでエルレイドがまた出てくる感じかな。はい、エルレイドの道具、あっサムが、あっサムが出てくるの。竜の波動だこれ、落ちきらないってもう読んでるのかな。どうなんでしょう、トンボ返りとかしてくるのかな。ちょっとこう不安げなんで、ちょっと一回これロトムに引きます。はい、まあサザンドラはね残り2体にはあんまり効いてない感じなので、まあロスでいいかな。さあトンボ返り、まあでしょうか。はい、ハチマキですね、強いね、こだわりハチマキハッサム、さすが強い。さあこれで相手はエルレイドを出してきますね。どうしようかな。ここはエルレイドの方が早くはないですよ、こっちの方が早いですよね。ってなったら、ドロッポンして削りの、多分ロトム倒されちゃうの、メタモンでガリガリで勝ちかな。どうだ、ここはじゃあ当ててくれ。はい、オッケー、よし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 、よくできました。だいぶ硬いですね。さあ、インファイト。まあ、これでロトムは落ちてしまいますと。た、あおっと、待ってくださいよ。インファイト打っちゃうんですか、そこで。いや、これは頭脳プレイですね、相手の方ね。さあ、メタモンで変身するが、攻撃と特防、あ、じゃあ、防御と特防が1段階ずつ下がってしまったエルレイドをコピーしま、してしまっているので、これは結構不安な感じ。トリックストーンエッジ、インファ、レーパン。ここトリックするのとかありじゃないですか。そんなことない。さすがに。それはないか。いや、でもエッジ当ててくしかない。当ててくしかない。エッジ当ててくしかないですね。もう。行くしかないな。かなり細い線だけど。当てろ！よーし、まず一発！いやー、危ねえ！持ってった！結構際どかった！さあ、ラスト一体はハッサム。バレットパンチで落ちるかな？落ちちゃいそうな気もしますよね、正直。正直、きついかもしれない。一段階落ちてるし。バレッパン、ハチマキ、耐えない。急所は、これは負け。いやー、これは有効急所だろ。これは有効だろ。ちょっと有効急所と信じたいんですけど。ちょっと調べていいっすか？ちょっと今調べます。ごめんなさい。ちょっと3分ください。3分ください。